こんにちは。11月今日3日文化の日ですね。もみじつたきなり、走行最後の項なんですけど、実は昨日だったんですね。11月2日。で、本当だったら昨日にやりたかったんですけど、なぜ今日になったかと言いますと、昨日は、明石沖というか、明石と琵琶湖じゃなくて、なんで琵琶湖なんだ、淡路島の間、あの辺りに、釣りの取材に行ってたんですね。はい、今一番、旬というかタチウオ、ものすごい釣れてました。びっくりですね。もう船団ができて、それ朝2時半に起きて、もう朝じゃないですよね、夜中になるのかな、2時半に起きて4時集合だったので、ちょっと昨日できなかったんですよ。普段ね、あんまりそういう取材みたいな、感じで行かないタイプのやつで、大きい釣り大会があってね、野球選手、元ね、中日ドラゴンズ、西武、阪神で活躍されてた田尾康さんとかね、漫才師の阪神巨人の阪神さんなんかが来ておりましてね、すごい賑やかでしたね。150人ぐらいのお客さんがいたのかな。で、すんごい天気も良くてね、いい釣り日和でした。ずいぶん船の上はやっぱりね、潮風に当たって寒いんで、厚着していったんですけど、最後 T シャツ1枚になりました。やっぱりね、直射日光はまだ暑い。で、でも山なんかもね、すっかりもみじつたきなりなんでね、もう色づいてると思います。で、私はですね、いつだったっけ、11月の7日からじゃないない6日の未明、5日のもう夜中から、四国のですね、木頭村、去年も行ったんですけど、木頭村というところに参りまして、柚子狩りの柚子の収穫のお手伝いに行こうと思ってます。3日ほど、柚子ジュースを作るんですけどね、お手伝いして、ちょっとだけお土産でいただけると思うんですけど、帰ってきたらね、それでもう焼き魚食べたり、鍋料理食べたり、楽しみなんですよ、本当に。柚子ね、すごいもう天然の強力な酢ですからね、何にかけてももう合いますしね。なんか柚子って種からすごいいいエキスが出るらしくって、焼酎につけてるといい化粧水になるっていうぐらい、なんか肌とかにもいいらしいんですけど、そういうのもあって、ゆず湯っていうのもあるんでしょうね。ゆず湯もね、もらってきたら、ゆず湯にして入ろうと思ってますけど、ゆず湯ってどうですか。僕ね、教えてもらったんですけどね、ゆず湯って身のそのままボンって入れてるのが多いじゃないですか。あれ汚れたり後処理が大変だから、そうするだけで、本来は切って入れた方がいいらしいです、柚子で。やっぱぐちゃぐちゃになるんで、網目の細かい洗濯ネットに入れてやると、本当に肌ツルツルになりますし、しばらくね、ずっと柚子のね、香りが体に染みつきますよね。いいですよ。4つぐらいかな、普通のお風呂で4つぐらい切って入れると、いい柚子湯、柚子って僕も10個ぐらいね切らずに知らなかった時は入れてたんですけど、あんまりこう香りしないじゃないですか。うん、10個入れてもね、もうこう身をこう匂わないとね、お湯なんかに匂い移らないですよね。うん、で本当にこんなもんでいいのかなと思ってたんですけど、聞くとね実は切った方がいいということでした。でまあ3日後にねちょっと柚子が行ってきます。ですのでね、今度11月の7日に立冬なんですけど、立冬はちょっとねどうやらこう配信できないなと。できないなって皆さんそんなにね楽しみっていうか、まだあんまり見てくれてる人も少ないのであれなんですけど、これ間空くとね結構勇気いりますね。うん、僕もねこんな恥ずかしいことをね到底やれると思ってなかったんですけど、やっぱこういうのが自分でももう配信できるんだって分かってから、よしやろうと思ってちょこちょこねこう録画したものを流してたと思うんですよ、半年ぐらい前からかな。でもライブ配信でこういう風に喋ってるみたいなのはね、なかなかやりだすのにね勇気がいりましたね。でやりだしたら面白いなと思って、見てくれてなくてもよしバンバン配信するぞと思ってたんですけど、間が空くとまたねちょっとねこんな姿とはあれを世間にさらしていいのかと。うん、見てる見てない関係なしにですね、これはもうね末代までの恥じゃないかぐらい思いますね。うん、やっぱ怖いですよね、怖くなりますね。なんで久しぶりにやってえいっと今やりだしてます。うん、でそうそう、これはだから結局ですね、二十四節気自分育てのカレンダーということでねやってるんですけど、もみじツタキナリ、まあもみじとかツタが色づいてくる頃、初めに先ほどもお話した通りで、葉っぱが赤色になることをもみじじゃないわ、もみじでいいんですけど紅葉って言いますよね。で銀杏とかみたいに黄色くなる種類もありますよね。あれも紅葉、こっちの紅葉は黄色の葉っぱで、赤い方は紅の葉っぱ、両方とも紅葉っていうと。言葉は一緒なんですけど実際ちゃんと使い分けてると、うん、字も違いますしね、すごいね外人が聞いたらびっくりするでしょうね。うん、そこまでお前ら使いこなせしてんのかと。まあでも使いこなしてるんですよね。まあ俺は知らなかったですけどね。でこの赤色と黄色とまだ緑色のものもあるじゃないですか。それが絶妙なアングルで収まるところを探すというのが平安時代にね遊びであったらしいんですよ。うん、すごいこう場面を切り取るっていうね習慣っていうか風流な遊びがあったっていうことなんで、もし平安時代の方にカメラを渡して慣れてもらったら相当ないいカメラマンがいたかもしれませんね。うん、まあ山の木々の色合いがこの時期は変わっていくと、そのことね山装うというらしいですね。装う、なんか美しいですね。ほんともみじ狩りの季節、まあ柚子狩り柚子収穫のお手伝い行った時に私ももみじ狩りも、してこようかなと思ってます。まあそんな感じで自分育てのカレンダーっていうことに自分をこう当てはめていくとですね、やっぱり色づくっていうことで、熟成なのかなと。そうすると私は前回から今年いろいろ作った作品を見直したり整理したりっていう話をさせてもらいましたけども、それを今度色を違えてバージョンアップしていったりですね、もうちょっと変化つけるっていうのはどうかなと思ってるんですね。例えばこれまたね指輪なんですけど、これノーマルなんですよね。で下がこうフリーサイズのものがこう金具がありまして、それに普段はボンドで固定するんですね。 25mm だったら 25mm、 30mm だったら 30mm、 20mm だったら 20mm っていう金具がありまして、で私の場合はもう枕目が多いんでボンドも使わずその周囲の側端ごと編んでます。これが本当ノーマルで何にもないシンプルに編んだもの、これをですね周囲を今度こうダブルフレームにする。で、その周囲をダブルフレームする時にこのビーズを入れて編んでみる。でビーズを単色で編むっていうのもあるんですけど、これをまた変化つけるとなるとこういういろんなビーズで色とりどりにしてみる。で一つこう一個作り出したところからこう山装うじゃないですけどこう変化つけていくっていうことを今年作ったアクセサリーでやっていくと。そうすると技術的にも難しくなるし、やったことないこうチャレンジみたいなのがあって、自分がこうだんだんまた熟成されるということにつながるかなと思ってます。でねこれねやるときに一番大事なのは売れ具合。例えば私がこれ配信をしてることにしたらプレビュー再生回数ですよね。で正直10回とか10回もいかないとかそういうことでそれ見ちゃうと結構やっぱがっかりしちゃいますよね。でもこんなわけのわからないおっさんがその自分二十四節気のカレンダーに当てはめてなんかこういうのを参考にして活動してますっていうことをやめちゃうと、結局この指輪がだんだん最後はこうなったみたいなその自分のオリジナルの世界観っていうのが作れなくなってしまうんですよね。だから僕が思うにはですね、あんまりやり始めてその自分がこう実っていこうとするのは大事で、その実った先に誰かに評価されたいからそれを目指そうとかってそれが先行しちゃうとなんだろう、本当の自分の実りはなかなか遠くなっちゃうのかなと思ってます。なので、その熟成さす時はできる限りねヒントだったりを探そうとか無理にね、参考にする画像とかそういう誰かの作品を見漁るとかそういうのはもう一切しないです。もう夢の中でふっとイメージ出てくるぐらいの感じで自然に湧き出てくるものはいいんですけども、自分の心の中の聖堂でこれいいやと思ったらもうそのまままっすぐ飛び込んでいくと、自分の中にあるね記憶とかねひらめきが頼りにできるといいのかなと思ってますね。でそれが山装うじゃないけど自分装う、自分のね中だけのその自分装いなのかなと思ってます。で今のその熟成の時期っていうのはこのね秋口だと思うんですけど一般的に。でもそれ積み重ねると十数年ぐらいのスパンで今度大きな実りになることもあるのかなと思ってるんですよね。でその小さいバージョンっていうかね、が今年のこの、僕なりのもみじつたきなりじゃないのかなと思っております。皆様はどうでしょうか。こんなお話が役に立つとは到底思いませんが、こうじゃないかああじゃないかということを、自分の頭の中で自分に言ってることをこれ言ってるんですね。何なんだそれはと思ってね。でこれを形にするっていうのが自分もまた大事なのかなとこう、もう一回再確認みたいなね、そんな感じです。はい。では、今度ね、立冬のね、11月7日はちょっと、忙しいのであれなんですけど、9日になるかもしれませんね。でも、ブログではね、もう記事は更新しておりますので、もしよかったら、またそちらも見てもらえればと思います。はい。次はね、立冬11月7日の19時45分で、初行の、山茶。初めて開くでお会いしましょう。さよなら。